ザ・ラバー・キャッスル・メガ・ティフィードさんのコースをやっていく。でで、でん。ラバー・キャッスル。これは、お。え？あ、その間は。もっちょい高めで、ね。よし、これは。おーっと、びっくりした。お。ん？アップ、アップねえじゃない。なんで後ろ下がったん？ここで、しょい、あー、マリオのケツが食われる。こっちから行けんのかな？あー、届かんかったわ。一応、上からでも下からでも行けそうだね。おわっと、いい。よいしょ。やっと危ない。おぎい。どうかな？中間が来るか。おーっと、これはオンを押すと、下の砲台が動きそうな感じですか。おー。あー、くそ。おぎい。おー、いいね。やべ、壁キック。壁キックが出ちゃったんで。この壁キックは1回でいいぞ。うわーお、置いてかれた。いいよ、いいよ、いい。はい。よし。そして、ここは Z で、ボーム、あー、ボーム兵をここに入れるのかな？よいしょ。OK。さあ、ここも同じ感じか。やべー、左に行っちゃったが。ボーム兵の左側を踏みましょう。あー、左すぎた。しょい、しょい、おげ、ここで、おー、いいね。さあ、これは、今度はでかいボム兵を。あら、なんだなんだ。これ、ニューマリオではさあ、珍しい、改造マリオ系のコースじゃないですか、これ。結構珍しいですよね、こういうコースは。あんまりニューマリオでは見ない。よし。おげい。かなりね、珍しい。おお、ワンワン、ワンワンの修正を利用した。さあ、ブンブン。こら？ね、これ。ね、これ。え？おお。あ、待ってればいいだけっすか。おぎおぎ。よしよしよし。いいねー。ディディディーン。まあ、これもなかなかいいんじゃないですかね。ニューマリオ改造コースみたいな。まあ、ニューマリオもね、壁キックとかね、空中でくるってやったりね、ニューマリオならではの、今更ですけど。ね、なんか、スピードランは多いんですけど、こういうコースは案外珍しいですよね。20秒スピードランキャニオン。20秒スピードランか。おお。でてでてでてで、ほい、でん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 。さあ、20秒。おお、ブンブン。え？なんで当たったんだ？でてー。多分と。ファイヤーバーのね、動きはね、基本的に固定なんで、一瞬でも減速したら多分間に合わなくなる感じかな。よし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 。で、ここはスピンと。はい、はい、はい、はい。まあまあまあ。これはね、そんな、そこまで難しくなかったかな。リンクス、クロスボウトレーニング。グレーツ 0.84%。シュートアロートゥービクトリー。なん、まあとにかくね、弓矢の、昔あったよね、リンクのボウガントレーニングってね、Wii のゲームでありましたね。クロスボウトレーニング。海外ではクロスボウトレーニングなんかな。まあ、弓矢を使ったコースって感じでしょうね。おーっと、どうなってんだ？待って。おー。
まああれを上のやつやるしかないよな。でやると切り替わるっしょ。そんで、あーで左のやつ打つ感じかな。おーっと当たんねえ。うまく狙え。そして沈む前に、うわーん、よし、なるほどなるほど。おーっとなんだ、足場も動くからな。左打って右打ってその先がどうなるのか、まあ見えない以上はもうやっていくしかないんだが、おうおう。で、これはパウを狙うとツタが。なるほどね。なかなか。おお、なんだなんだ、だんだん複雑になってくるぞ。爆弾出てきた。まあ、上に飛ばして、やべ、当たってな。よし。で、今度は右に当てて、切り替わる前にさっと飛ばなきゃいけないな。ああ、はい、変わっちゃった。さっとね。オーケーオーケー。さあ、なんだこれは。え、どういうこっちゃ。全部同じブロックだな。切り替えて飛びながら右のオンオフを、左押して飛びながら右のオンオフ狙うみたいな。いやー、当たんねえか。くそー。いやー、よーし、いいね。打ちながら飛ぶ的な。これはこれを上から左の方を狙うのか。だからここすららんのか。よし、ここはオッケー、いいね。下に狙って。なんだなんだ？かき棒を踏んで、踏んで弓矢、右狙って、で、左上に登る感じか。どうだ？まあ、でも一発当てるだけか、ここは。ここに関しては、危ない危ない。よし。いや、あ、当たって、オンオフ当たってねえ。あんだけ面積広いのにな。案外当てんのむずいんだよな。よし。オギオギ。さあ、中間だ。よー、どんどん複雑になっていくぞ。もはやね、なんかパズルみたいになってくるけど。オンオフして切り替わって、その後砲台が沈んでく、足場も落ちる、うわー死ぬ。よし、あ、やってみると意外とそこまで複雑でもなかった。左に打って右に打って、おお、惜しいね。おー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 、右、ん？踏んで、右行って、一番右まで行って、右打つ？やべ、届かん。うーわ。ちょっと打つのと踏むのと、意識が。いや、当たってない、当たってないんだ。結構狙えないぞ。これさ、ボタンを押してから、打つまで、ちょっと時間差があるからさ。あー、くそ、無理か。くそー。ほい。うまく狙え。よし。きっと。今気持ちいいの、ブラックパックンが。密集していたブラックパックンが全滅していった。ディーン、ディルリーン、ディーン。いやー、これね、ジャンプしながら狙うのって結構むずい。そう、ボタンを押すと一旦構えてから発射するから、ちょっとね、押してすぐ発射するわけじゃないんでね。いやー、タイミングがその辺ね、
狙ったところに当てるのは結構難しい。いいトレーニングコースでしたね、これは。ということで今回は終わります。ありがとうございました。